おかえり。先日中日ドラゴンズは阪神を戦力外になった福留孝介の獲得を発表しました。福留は2007年まで中日に在籍しており、実に14年ぶりの古巣復帰となりました。そして福留以外にもこれまでプロ野球人生の最後に一番初めの古巣に復帰した選手たちがいたんです。そこで一つの疑問が生じました。プロ野球人生最後に最初の古巣に復帰した選手は一体誰がいたのか。というわけで今回の動画はプロ野球人生最後に最初の古巣に復帰した選手たちを紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。紹介選手、今回紹介する選手は2015年オフから2020年オフまでに古巣に復帰した日本人、里崎指数で A 評価以上の選手を紹介します。ですので広島の新井や黒田などといった2014年オフまでに復帰した選手は今回除いています。では参りましょう。1人目、藤川球児。2015年オフ阪神に復帰。1998年ドラフト1位で阪神に入団。2012年オフに海外 FA 権を行使してシカゴカブスと契約。しかし2013年の5月にトミー・ジョン手術を受け、残りのシーズンを棒に振るい、2014年も手術の影響のため結果を残せず自由契約に。同年オフにレンジャーズと契約するも結果を残すことができず、5月に再び自由契約。その後独立リーグの高知ファイティングドッグスに移籍した後、2015年オフに阪神に復帰しました。2人目、和田毅。2015年オフソフトバンクに復帰。2002年ドラフト自由獲得枠でダイエーに入団。2011年オフに海外 FA 権を行使しボルチモアオリオールズと契約。しかしスプリングトレーニングで左肘に違和感を訴え、5月にトミー・ジョン手術。2年間メジャー登板なしに終わり自由契約に。翌年カブスとマイナー契約を結び水泳で活躍。その活躍が認められ、7月にメジャー昇格し念願のメジャーデビューとなりました。カブスでは2015年までプレーして同年オフソフトバンクに復帰しました。3人目、松井和夫。2017年オフ西武に復帰。1993年ドラフト3位で西武に入団。2003年オフ FA 権を行使してニューヨークメッツと契約。その後コロラドロッキーズに移籍し、2007年には球団初のリーグ優勝に貢献。同年オフにヒューストンアストロズに移籍して3年間プレーした後、2010年オフに楽天に移籍し7年間在籍。2013年にはキャプテンとして球団史上初のリーグ優勝、日本一に大きく貢献しました。2017年オフに球団からコーチ打診を受けるも現役続行を希望し自由契約に。その後西武に復帰しました。4人目、渡辺直人。2017年オフ楽天に復帰。2006年ドラフト50名で楽天に入団。2010年オフ金銭トレードにより横浜に移籍。移籍が決まった後、当時の主力だった鉄平、草野、島らが契約公開後の会見で渡辺直人の話題に触れ涙を流しました。その後横浜で2年半プレーし、2013年シーズン途中に長田修一郎との交換トレードで西武に移籍し、2017年オフに戦力外通告。その後楽天が獲得に乗り出し8年ぶりの古巣復帰となりました。5人目、鶴岡慎也。2018年オフ日本ハムに復帰。2002年ドラフト80名で日本ハムに入団。現役でいるうちに地元の九州に恩返ししたいという思いもあり、2013年オフに FA 権を行使してソフトバンクに入団しました。入団後は細川隆也とともに併用されスタメン起用されるも、2017年に甲斐拓也が正捕手に定着。一軍出場29試合と大幅に減少しました。そして同年オフに出場機会を求めて再び FA 宣言。古巣の日本ハムが獲得に名乗りを上げ、5年ぶりの古巣復帰を果たしました。6人目、青木宣親。2017年オフヤクルトに復帰。2003年ドラフト40名でヤクルトに入団。2011年オフにポスティングシステムを行使してミルウォーキーブルワーズと契約。その後長年レギュラーとしてメジャー7球団を渡り歩き、2014年のロイヤルズ時代にはチームのリーグ優勝に貢献。そして2017年オフにヤクルトに復帰しました。7人目、上原浩二。2018年巨人に復帰。1998年ドラフト1位で巨人に入団。2008年オフに FA 権を行使してボルチモアオリオールズに移籍。当初は先発でしたが、2009年にリリーフに転向し結果を残すと、11年途中にテキサスレンジャーズにトレード移籍。13年にはレッドソックスに移籍し、途中からはクローザーを任され、73試合に登板、21セーブ、13ホールド、防御率 1.09 と圧倒的な成績を収め、チームはワールドシリーズを制覇。上原は胴上げ投手となりました。その後シカゴカブスを経て2018年巨人に復帰しました。8人目、五十嵐亮太。
2018年オフ、ヤクルトに復帰。1997年ドラフト2位でヤクルトに入団。2009年オフに FA 権を行使してニューヨークメッツと契約。中継ぎとして10年34試合、11年45試合に登板。2012年には1年間で3球団に在籍し、同年オフにソフトバンクに移籍。長年セットアッパーとしてフル回転し、チームのリーグ優勝、日本一に大きく貢献しました。その後18年オフに戦力外通告を受けて古巣のヤクルトに復帰しました。9人目、松坂大輔。2019年オフ、西武に復帰。1998年ドラフト1位で西武に入団。2006年オフにポスティングシステムを行使してレッドソックスと契約。1年目に15勝、2年目には18勝を挙げ、チームの世界一に貢献しました。その後はニューヨークメッツを経由して2014年オフにソフトバンクに移籍。しかし度重なる故障に悩まされ、3年間でわずか1試合の登板にとどまり退団。2017年オフに中日に移籍し、2018年には復活の6勝を挙げ、カムバック賞を受賞しました。しかし2019年は右肩を故障、2試合の登板にとどまりました。そして自身を中日に引き入れてくれた森監督、戸森コーチが成績不振の責任を取り退任するのと同じくして自身も退団を決意。2020年からは古巣西武に復帰しました。10人目、福留孝介。2020年オフ、中日に復帰。1998年ドラフト1位で中日に入団。2007年オフに FA 権を行使し、シカゴカブスと契約。インディアンスにトレード加入した2011年まで4年連続130試合以上に出場。2012年は2球団に在籍、大半をマイナーリーグで過ごし、同年オフに阪神に入団。阪神では中軸、そしてキャプテンとして8年間チームを牽引。福留の阪神時代の詳しい活躍ぶりはこちらの動画で紹介しているので、ぜひ。そして2020年、阪神から戦力外通告を受け、14年ぶりに中日に復帰しました。というわけで今回はプロ野球人生最後に古巣復帰した選手たちを紹介させてもらいました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。